皆さんこんにちは、柳井ゆめなです。秋葉原に来ております。最近デジカメ流行ってるじゃないですか。秋葉原でなんか良さげの中古の安いデジカメを探そうという旅でございます。秋葉原散策 Vlog です。ゆめなの夢。あんまり来たことがないので全然未知な世界なんですけど、ジャンク品とかが結構あるみたいなのでそこに向かってみております。すごいね、なんかもうね、アニメの絵がたくさんあるね、街中に。デジカメみんな撮ってるよね、デジカメで。もう普通にビデオカメラ2000円ですよ、これ超安くね。保証無保証ですって。製造され日数が取っていて、バッテリーが怪しいらしいです。怪しいらしいですって書いてあるの、おもろいな。パーツ取りや修理ができる方向け。あー、なるほど、そうやっていじれる方向けってことね。探しますか。探しますか。こういうのかわいい。かわいいね、確かに。なんか、なんかわかんない。手にしてる感じ。の普通に使えないと無駄なの。乾電池。電池式。お、あ、でも可愛いんじゃない？待って待って。こういう感じ。プラスなったね、勝手に。でも確かちょっとレトロエミューみたいな。ちょっとレトロ。可愛いけど。あ、もうちゃんと撮れてる。ちゃんと撮れてはいる。撮れてはいる。それいくらなの？超レトロ。15,000円。高いな。一応電池。名簿カフェで無駄遣いしたからな。無理して1万円使ってた。それってさ、何に記録されるんだろう？SD カード？謎。謎のカードに記録される。謎のカード。え、でもさ、エモいんだよ、めっちゃ。ほんとだ。なんか、画質エモいね。画質がエモい。真似してみる。一か八か。一か八か。これでさ、秋葉原でエモい写真今から撮ればいいんだ。うん。ということで、無事にゲットできました。めっちゃ不安なんですけど、これちゃんと撮れてるのか。でもね、一応ね、ちゃんと撮れてはいる。で、電池式なんですよ。単三電池多分。データも、スマートメディアっていう、なんか、やつに保存できて、一応パソコンとかにも移動できそうな感じではある。こちら、15,000円でした。デジカメ、だいたい薄くて、カメラのレンズも大きくてみたいなのが、よくあると思うんですけど、見た目がなんかぽってりしてて可愛くて、買いました。これで、いろいろ、エモい写真を撮っていこうかなと思います。画面の中側にさ、ゴミ入ってるのとかめっちゃどうやったらここに入るんっていう。まあ、今撮ったやつで。おお、エモいね。そう、エモい。でもなんか良さそう。良さそうなんで、いろいろ撮っていきたいと思います。メガドンドも撮っと、自撮りもしてみようか。では、いろいろたくさん撮っていきたいと思うので、撮ったらデータを取り込んだら紹介したいと思います。ということで、お楽しみに。
チャンネル登録よろしくお願いします。押してねー。